え皆さんこんにちはピレディスター小澤です、えー、今回は、えー、清水の J ステップにお邪魔しております、えー、こちらにおります c 相模原とうとうプロカテゴリーの監督になりました戸田克幸さんをお招きして今日は、えー、とうとう J のね監督になった戸田さんにサッカーの話をお聞きしたいと思います戸田さんお願いします、はい、よろしくお願いしますご無沙汰してますご無沙汰してます,てますということですけどちょっと間きましたねそうですね <laughs> すいません僕が <laughs> 遅くなってしまったんですけども、えー、キャンプは順調ですか あの怪我人がそのなかなか筋肉系の、うん、トラブルは、えー、ここまで5周やってゼロだしすごいちょっとあの着地でひねっちゃったとか、うん、打撲はあるんですけど、まあ、基本そういうなんか怪我人がほぼなくこら、うん、えているので、まあ、僕はそれはまず一番嬉しいですそれは優秀なフィジコがいるからあそれは間違いないな、はい、<laughs> 優秀なゴールキーパーもいて、はい、相当、まあ、その戸田監督のみならずその周辺のスタッフが優秀なスタッフを揃えられている、はい 意味では、まあ、自信ももあるけれどもその分の分責任もありますね責任の方がやっぱり、うん、あのより感じられるのが実際のところで、うん、やっぱりなんか能力と経験がある人がいるってことはその人たちをしっかり活用して、うん、で何より選手をしっかりサポートして成長していく方向づけしなきゃいけないのでまだ何だろうな、まあ、もう手探りの期間は終わりましたけど。はい まずは僕はそのコーチングユニットの方をどれぐらいまあ、チームワークの部分と役割の部分と、うん、本当にあの強化の風に向けられるかっていう関係づくりですかね。そっちにかなり時間を使ったので、うんはい、今でも使ってますけども、はい、すごくその重要性を感じながらここまで来ています、うん。解説業終わっても忙しいからあんまり寝てないですか。いや解説業の時とはあの生活のリズムがもうまるで変わったので。<laughs> 規則正しくはなった規則,規則正しくはなったし、うん、まあでも何だろう、うん、遅くまで起きてて、はい、実際試合をライブで見ることはないですけど考えることはあるし、うん、トレーニングも作るので。 多少遅くなることはあります、うん、でも自分のチームのことを考え、うん、動画を編集し、うん、っていう時間に避けるわけじゃないですか、ね、そうですね、うん、だ今のちょっとしたなんだろうな悩みと心配事は、うん、インプットの時間をどれぐらい確保できるかってこっちですかねなるほど,なるほど <laughs> 時間は有限ですからね <laughs>、はい、まあ今日はたっぷりとその 戸田監督のもとでの今シーズンの石井相模原のお話をちょっと聞きたいんですけど、はい、まず3月4日の開幕に向けて、まあ、戸田監督がどんなチームを作ってくるのかっていう視点で言うとちょっとそのマネジメントで言うとチームとサッカーと2つに分けて聞きたいんですけど、うん、まずちょっとサッカー面から聞きたいんですが、まあ、その就任会見でも全てのアクションゴールに向けてみたいなこともおっしゃってましたけどもどういう我々こう見る側としてはサッカーを。うん 4日にいきなり見せてもらえるとは思えないですけどその今シーズンどんなサッカーを見せてもらえそうですかいや ?4 日にいきなり見せられるように、うん、一生懸命努力はしてますまず<ー>やっぱり一発目練習試合の一発目もすごく重要だと考えてましたし、うんはい、お披露目になる意味では3月4日が一発目なので、うん、そこでやっぱり我々のスタイルと、うん、なんかその中に含まれるエネルギーとか、うん、あこういうチームになってくるんだっていうものはしっかりあの感じてもらえるものには したいとは思ってま何、ねうん、かスタイルを一言で言うのは難しいんですが、うん、でもプレーをするっていうことをもうずっと伝えてててトレーニングしてきてまにやっぱりボールがあってあのフットボールがあるので、うん、ボールない局面の重要性なんていうのはあの言うまでもなくすごくよく理解してるんですけど、うん、でもやっぱりプレーすることが一番の、まあ、楽しみであって喜びであって。うん それを相手のゴールに1回でも多く押し込むっていうところに全てを向けるべきなのでボール使うトレーニングしか基本的にはしないですし、うん、プレーすることの中に必ず存在する例えば恐れとか、うんね、カテゴリーが上がれば上がるほど、うん、一つの、ね、エラーというか失敗の重さとかそれで試合展開が変わるっていう部分は出てくるんですけどそうだとしても成長と発展ということを考えたり、うん、まあフットボールクラブがあの存在する まあ、意義とか理由とか我々がその SC 相模原として活動して誰に向けて何を届けたいのかを考えると、うん、プレーすることを恐れている時点で存在価値がなくなってくるので、うん、その勝ち負けはもちろんあるんですけどやっぱりプレーする中で選手が躍動して、うん、でチームとしてしっかりあの機能してあの鋭く連続してゴールに向かい続けられるチームを、まあ、作りたいなというのはまず最初ですそれは大前提です。うんうん クラブとしてはエナジーフットボールというキーワードがありますけれども、はい、まあそこに乗っかるみたいなことを就任会見でおっしゃってましたけども、うん、まあそういう意味ではなんとなくのイメージで言ってもやっぱりそういういアグレッシブに、まあ、ボールを持っている時も非保持でもやっぱり前向きなアクションでゴールに向かっていくということですか、うん、大枠は間違ってない、うんでまあ、例えばインテンシティみたいなことがあるじゃないですか、うん、自分の場合はこっちも含まれるので、うん、あの頭目もそうですし口もそうですし。うん だからトータルに最大限やっぱり活用してプレーをするっていうのは重要で、うん、もちろん身体的なあのアクションの鋭さと僕の場合はなんかどっちかと,と鋭くって言うんだけど相手に向かっても鋭くだし背中取とっても鋭くだしそれ連続性ともちろん判断が入ってくるからただそのボール保持っていうものをどう捉えるかっていうのは一つ大きなテーマだとすると保持自体にはあの 意味はないいって言い切るタイプではありますただどとはいっても試合のデータを今のところ見てると、うん、保持率は6割とか<ー>6割超えしたりはするので、うんまあ、それは多分スタイルとその自分,自分たちのスタイルに対する相手の対応で数字が変わってるだけなので、うんうん、例えば相手が下がったり構えたら当然ながらボールは保持することになるので,いいで保持しながらどうやって侵入するかっていうことにチャレンジをするから。うんうん それはなんかのまくなのべつマクナッシュの相手が構えようが出てこようが、うん、長いボール使うとか。ということじゃないです。うん、そこに僕の。色が出るんだと。思います、うんうん。そこは僕もまあ、ジェもくまなく見てるわけではないですけど、はい、やっぱり。まあ、ちょくちょく見たときには、どうしてもまあ、スタイルがある程度確立されて、例えばロングフィードを。 うん、こう入れて、そこにカウンタープレスで、はい、襲いかかるみたいなチームが、はい、まあどちらかというとアグレッシブエネルギッシュみたいに見えるんですけど、はい、やっぱりカタールワールドカップ見ても全部の局面できなきゃいけないの、ね、でできた方がいいよねっていう方向性にはなっていると思うのではい、はい、そこをやっぱり目指して、はい、例えば相手に引かれたらしっかりと保持して、はい、こう引いた相手でも崩せるようなロジックとか人の配置を置いていくってことですよね。そそそうででですす、うん、の通りです、うん、それをでも この J のの J3 舞台で作るっていいいうのはなかななかかか難しいんじゃとだからもう挑戦でですから <laughs> チャレンジなのそこはでも大学生、まあ、大学のチームにチーム社会人っていうところでのそういう下積み、うんうん、って言ったらいいのかな悪いのか分かんないですけどそういう経験は今生きてますかいろんな選手に対してどのように自分がサポートをすればいいかとか、うん、そのチームとしてあの目指せるスタイルとか目標みたいなのをどう作るべきかとか。うん 何をやったとしても必ず難しさは発生するものなんですけど、うん、当たり前なんですけどねそれでも我々として目指せるもの個人として目指せるもの、うん、その設定の部分と、うん、そこからのプロセスの踏み方ですかねそこに関しては、まあ、確かにいろんなレベルの、うん、選手とチームを見させてもらってきたんで、うん、自分の方が合わせていくとか、うん、僕がそこにしっかりまず理解をしていった上で。 何かをこう差し出せるような形にしないと、うん、多分形にはなりきらなかったと思うので、うん、そこは生きてると思いますし、うん、まあ今回に関してはコーチングユニットの方も、まあ、プロが揃ってるので、うん、その人たちともしっかりあの共有理解と共有と。うん それがどんどん,どん,どんこう関係性が築かれていく中で我々自体が成長して先にどんどん進めるものにしないと逆に選手が一番チャレンジしてくれているというところで考えたらずっと成長と発展が続くことはないので僕らこそがしっかりチャレンジをするっていうそれというのメニューもそうだろうしここをまずしっかり僕としてはメッセージを出しながら自分が率先してアクションを起こして。 それが選手にもチームにもちゃんと発揮するように、うん、まあ取り組んでいるつもりではあるし、うん、だスタイルに関してもあ何だろうな必要な保持は絶対にあの捨てないということはあるんですけどうん、うん、保持が1 0ートルのパスではないということも、はい、まあこれは多分まだ試合を見て待っていないですからね。うんうん、試合を多分見ている人にはなんとなくもう 選手も伝ってると思うのでだ走るんですよ、どっちみち走んなきゃいけないので、保持をしようが相手が向かってくるんだったら、相手が向かってくるものは見える前提に、まず前提条件作らないと、背中を取るなんてことはできないので、準備のアクションはたくさん出てくるし、ボールが前に進んだら、そのままやっぱり前に出ていかないこぼれ取れない、カウンタープレス作れない。 そういう意味ではいろんな局面で自分たちとして先手が取れたり自分たちとしてやりたいことを行える、うん、環境を作ったり前,前提条件を作るためには、うん、まあ走ってるり動かなきゃいけないので,でその上で相手ボールになった瞬間には速度に奪い返すところから始めなきゃいけないし、うん、でもそれが必ずしも突っ込むようなプレスが必要なのか、うん、まず前進止めたところから下げさせることなのかというのは判断になってくるので、うん、ある程度の枠の中にすべ、うん、ての要素があるはずだから判断を含めて。うん それは単純作業の繰り返しには絶対ならないし、うん、だから攻撃でも結局自然発生的なあの打開とか前進がいっぱい出ているので、うん、それは偶然ではないと僕は思っていす、うん、パターンの練習はしていないけど何のためにこれがあるかという理解があると、うん、でも実際は見なきゃいけないから、うん、向かう合ってくる相手か止まっている相手を見なきゃいけないので簡単じゃないんですけど、うん、まあもちろんできるという可能性のある選手に来てもらっているし彼ら、うん、もめいっぱいチャレンジしてくれているので。うん 今までのトレーニングと試合の中では、うおっていうまあ僕が例えば去年までねあの見させてもらってたチームでの現象とはだいぶレベルが違います。うん、いますだいぶ違います。なるほど。うん、そこはちょっと楽しみなのと、うん、逆にこう保持攻撃って時間かかるじゃないですか。だからこそクラブとして戸田監督にまあ、うん、スタッフも含めて3年契約で、うん、複数年で多分プロセスでしっかりと積み上げていくっていう。 でしっかりと継続して勝てるチームの土台を作ってもらうというところはクラブとしてあると思うんですけど、はい、監督としてこうチームを率いる以上はそれこそ3月4日いきなりそこである程度仕上げたものを見せたいというのもあるでしょうし、うん、そもそもその攻撃のところでそんな短期間で1月からのキャンプも含めて2ヶ月ぐらいで仕込めるのかなという単純な疑問があるんですけど、うん、そこの手応えはまあ仕込めてるかどうかという明言はできないんですけど。うん もともとアイデアは持ってるしそれをコーチには共有してしまったしその上でコツコツトレーニングをしてきてるのは事実だから5週間ぐらいやれば逆に言うと何か出てこないといけないんじゃないのかなと思ってるんですよね、僕は。それは相手のレベルで発揮できるかできないかは別なんですけど自分たちでどのように最終の目的地に向かっていくかっていうイメージの共有だったりもち ポジションのバランスだったり、うん、ボールを持ってる人がまず見る場所だったり、うん、どこで前向きを作りますかっていう部分は、うん、まあ例えば5週間やったら共有はできてるはずだと思ってるので、うん、だから練習試合で、まあ、先日初めて J クラブと J2、うん、のクラブなんですけど試合をしてもちろんそれまでの例えば大学生のゲームとは起こせてる現象の。 うん、質と数はちょっと変わるんですけど、うん、でも明らかにあこれは我々がなんかこう目指しているものや取り組んできたものであ決定機できたわみた、うん、いなのは出ているので出てくる相手をかいくぐっていくとか、うん、構えてる相手を揺さぶって侵入するとか、うん、っていうことで考えると例えば 得点シーンが2つあったとしたら2つ目はパスが25本つながっているとか敵陣で相手を揺さぶって結果的にサイドバックが逆のサイドバックボックスのゴールエリアのところまで侵入して折り返してストライカー決めたとかそういうのは出ているのでま欲張りだ俺はって話はしてきたんですね。全部やるから欲張りなのかもしれないけどでもここはそれでいい場所だから全部やるって話をして。 何にも定義がない中で取り組んでるわけじゃないですからあとはどれぐらいトレーニングがそこに向かえてる内容なのかと選手がどれぐらいそこにチャレンジができるかだと思うのでチャレンジしろしろっていうよりはチャレンジすることの意味と実際にそれをしてもらえるようにどれだけ我々がたきつけたりサポートができるかっていうのを今日まあちょっとトレーニング拝見した時に66プラス1の最後の。 こうあのゲーム形式のトレーニングを見ても、はい、その横に広げた時に、うん、素早くポケットに、うん、もうナチュラルに選手が自動的にいってるように僕は印象を受けたんですけど、うん、あの辺がやっぱりこうもう見て判断するんじゃなくてもうスパンと入ったタイミングで斜めにっていうところはなんかもうその自動化できてるんじゃないかなと思ったんですけど、うん、見て判断してるとは思うんですけどどのように、うん、その最終目的地に侵入するとか、うん、どこのどういった形のなんだろう角度、うん、場所 がじ、それ例えば決めるシュートです。どのように入っていくかっていうのは。うん、まあ一応やってはいるんで。うん。まあ、うん、そのパターンにはならない。なってないけど。なる。うん、な、まあ、なんだろうな。こうやって、こうやって、こうやって、ここまでいくっていうパターンはないです。ただ、その局面フェーズにおいての全体のバランスとか。うんうん、どのようにこの相手の、さあ、後ろ側に入るかっていうことに関しての。前提はあると思うん。うん、あとは、そのそれぞれの特徴をしっかり、うん。 発揮してプレーしてくれとは言ってますし自分としてプレーしてくれとはずっと伝えてるので、うん、だから例えばじゃあ190のストライカーがいたとしたら、うん、ボールサイドに近づいてくる人があるんですか、ねうん、来るとしたらどんな時ですか、ねうんうん、そういうことはそうですね、個人のその映像の何フィードバックも含めて、うん、それは僕ずっとやってきてるんで。うん そういう形でトレーニング全体のミーティング、うん、個人のフィードバックをフル活用はしているつもりです、うんうん、なるほどまあ原理原則があった中でもその選手の特性に合ったポジションの取り方なんかがあるんですよねそういうところまでやっぱ個人に対しても相当アプローチしてるんですね 僕はだからが最初に昨日も言ったのが個人がい結局あの成長しない限り、うん、チームが変化して変わること成長することないので、うん、それ自分自身のキャリアにとってもそうだし、うん、我々のチームとしてもあの今あるその選手の姿のまま進むってことは逆に停滞じゃないですか,、うん、だから個人としてしっかり成長していけるように自分を把握するってことと、うん、自分自身にチャレンジするっていう。うん それはチームにつながる形で全てが行われれば気が付いたら個人もチームも変わるでしょってことをずっと言ってるのでだからですねトレーニングも年ほどじゃないかもしれないけどグループとかポジションとか個人のトレーニングをする日とか時間を設けて継続しててやっますなるほど僕の場合は大体預かる場所が心臓部なんで僕と多分毎回やる選手は。 ごめんな今日もって言ってます、うん、<laughs> だから結局チームトレーニングであの落とし込めるものまかなえるものと、うん、やっぱもう少しこうやってグループとか個人とかっていうのが変わってくるじゃないですか、うん、具体性があるから,だから個人とチームをこうやってずっと行き来する形で毎週のトレーニングが行われて、うん、で,でチームトレーニングでもしうまくなんかこうプレーしきれなかったこと、うん、まだ理解しきれなかったことはこっちに持ってきて、うん、<laughs> ここでもう一回整理をしたりあの習得できるように 繰り返しの作業を行って、でまたこっちに戻っっていく感じ。うんでこっちはあんまりフィジカル的な要素はないんですけど、うん、逆に言うとすごくゆっくりやったりとか認知の僕の場合は認知の何か要素がいっぱい入って体の向きを作って正確に出すとか、うん、中盤の2枚の関係をずらさないで行うとそんな感じです それやってまたチームに戻る感じです、うん、まあそういうメニューもだってし、うん、一つ橋のトレーニング見学行った時なんかもやってたじゃん最初のところとかその辺はやっぱ経験として生きてるわけですよね。もともとはもうだいぶ前からですけど、うんうん、最終的にそのフットボールチームのトレーニングは細分化されるはずだと思ってたし、うん、されるべきだとも思ってるので,、うんうん、でうちに例えば松本拓也、うんね、ゴールキーパーコーちがいてーー、うん、彼がやってることっていうのは。 もう業力キーパーに必要なものがきちんともう整理されてあってそれを丁寧に丁寧にワンアクションずつ、うんね、繰り返し繰り返し、うん、1>, で1回1回チェック出し方、うん、角度高さみたいな、うん、でそれをまた状況に当てはめた上で今度それを正確に的確に行えるかっていうのにつなううげていくんですけどキーパー練習みんな結構好きで、うん、いろいろいけあの話も聞かせてもらうんですけど、うんまあ、まさにこれだなっていう感じはしたし、うん、フィールドの場合はほら 基本的に複数の選手たちで関わりながらプレーするものだからどこまで細分化できるかっていうのは人数も多いてで難しいんですけどでも別にワンアクションでいいですよ。ただサイドバックがライン際で一回で自分の例えば右利き右前にパーンとボレーを置けるかどうか右前に置けるときと真ん中に置いたときで見えるものは違うのでそれは我々のコンセプトに基づいて考えたときに右前に置けたときにできるプレーは何真ん中だったら何って変わってくるのでじゃあこれは右前に置けるために。 必要な練習はだ中盤のセンターも一緒ですそこまで細分化をしてそれができるようになる練習を考えるっていう考えてくれってことですね僕ももう加わってるんですけどそれは多分コーチにとっては初めての経験だろうしすごくチャレンジングなものでまあ難しいと思うんですよでもきちっと選手を観察してチームで取り組んでいるものの中で見えた課題とか選手が感じてる難しさとか。 それに対してどういうふうに自分はサポートするイコールどんな練習を作るっていう,ふうにものに没頭しなきゃいけないのこれは皆さんすいませんと思いながらやってますけど <laughs> でもそうしない限り個人が大きくだな変化して飛躍することは難しいというかそれができた方がおそらくやる気のある選手であればどんどん,どん吸収してだな伸びてくれると僕は今考えているので。 だキャンプに入ってからのがそういうプログラムは増やしたし、うん、まあこれはずっと継続してやりたいし<う>ある意味、毎日そっちでいいんじゃないかなと思う時もあるんですよ。す結局、だってそれはすべてチームとしてのものに基づいて、うん、でそれに必要なポジションと個人にとっての練習を行われていればド、うん、ッキングしたら絶対それでいいじゃないですか。確かに確かに 野球っぽくなりますね考え方最終的にゴールキーパーコーチがいるようにディフェンスコーチとかボランチコーチみたいなことなってきます僕今、センターバックと中盤のセンターコーチみたいになってるんですけど僕、別にシュートもやりたいんですよ。なんで点取るためにやってるからアイデアがあるのでそれをうまく動かしながらコーチも動かしながらできたらなと思うしそっちのは選手って自分のための練習だって感じられると思うから。 全全体体のの練練習習っってやっぱりですね例えば今日見てもらったトレーニングだと、うん、いわゆるあのパスコンみたいなやつは前と後でで分けてるんですよね別にみんな同じで我々として必要な位置関係とサポートを、うん、とにかくもう一回体としてだ叩き込むぞっていうのもも,もちろんあるしうん、うん、今日は僕はそのどっちみち分かれてやるしアタックが抜け出すアクションっていうのは。うんうん 後ろの人には必要なないいかもしれないで、うん、だったら後ろの人に必要なアクションで設定があったり、うん、でそれで多分やった方がまあいいでしょうと思ったんで、うん、ここだとあの僕一人じゃないからそういうこといろいろできるんでいろいろ相談させてもらいながら今日はそういうふうにしましたけどでもそっちの方がこれ俺の練習だって多分思えると思って、ね、うんでそういうことがそういうことが大切かなとな。のかでもまあその、うん 敵はいないなけどスライドしてのクロス対応をやったじゃないですか同じ形でそのまま発展して66プラス1につながるみたいなところはメニューのつながり発展性もやっぱり、ねうん、外から見てても僕も素人ですけど感じるし、うん、であの辺で多分選手もあこ,うこの今やってるところがここでやってることだなってなると思うので、うんうん、そういう意味では選手楽しそうですね。 たい <laughs> 聞きたいけど多分間違いなくそう思ってるでしょう、ねまあ、本当は今日みたいなトレーニングじゃない方ものを見てもらった方がよかったなと思ったんですけど、うん、今日はどちらかというとやっぱりまあ立ち上げの2日目で、うん、まあフィジカル的にあ,の、まあ加減層がしっかり入ったり、うん、フルスプリントまでいかないんですけど、うん、運動時間長くしすぎないですけど、うん、やっぱある程度体にもう一回刺激入れていくっていう日なんで,、うん、でそれをどのようにやっぱ行うかがすごく重要だから、うん、まあチームコンセプトはもちろんあるでしょうし、うん、今日は あの形というかフィジカルの重要性って僕やっぱり一周ぐるっと回ってフィジカルってなったからフィジカルすらコンセプトだったりポジションだったり特性が絶対必要になって今日はそこの部分を中盤センターと後ろそこから前で分けて前の選手たちはもうフィニッシュワークをその要素を盛り込んで体に叩き込みながら行う。後は まあそのサーぶらえてクロス入ってくる、うん、入れさせないでも入ってくる、うん、で跳ね返してプシャップするっていうものに今した感じですかねなるほどあんまやらないですあんまって初めてです, <laughs> てです新鮮でした、はい、攻撃のところちょっともう一点だけ聞きたいんですけどかまあ戸田監督のフットボールそれは攻撃の考え方としてまあいろんな監督でまあ最後にフィニッシュワークはここだろうみたいなところ言ってる人も多いんですけどそこに対してはゴールを奪うっていうところに対してはどう、うん まあその個の重要性っていうのは逆に僕はすごく選手に伝えてるから、うん、でも決められなかったからお前のせいだっていう感じにはならないと思っては、はい、要はそこにいないとボール来ないよっていう、うん、そういう反対にもそういうことですと、ね。ど、うん、どのようにボールにアプローチをして、うん、どうシュートを打てば入るのっていうことに対しての個で、うん、そのチャンス自体を作り出すのは個だとか、うん、作れた方がいいんですけど、うん、うちにもそれがで出る打開力のある選手はいるので。 ある程度チームがあって、うん、グループがあって相手もあるでしょうし、うん、でもちろんその中に個人がいるから当たり前にこうは重要なんですけど、うん、別に個人個人っていうそういう意味での言うつもりはない、ね、なるほどね。うん、そこにボールをちゃんと送り届けなければどっちみちシュートは打てないで,、うん、でも送り届けられるところにいなければシュートは打てないのでっていう、うん、そこを合わせていきましょうねっていうのはも,もちろんやりますど、うん、なるほど、うん、そこは多分まあその今期のチーム編成見てもまあ若い選手で。 それほど実績がないというかむしろ新卒の選手が何人ですか ?9 人ですよね27人分の9でしょそういう意味ではプロ1年目でっていう選手も多い中でなかなかそういうまあ言ったらざっくり言ったら子に依存するサッカーができないわけじゃないですかだからこそそういうところは緻密によりグループでっていうところは方向性としては考えていいですか と他の大きなクラブ、バイルンとかってやっぱり違うじゃないですか、うんうん、トップレベルですら違うので、はい、そういう意味では、まあ、我々の場合はねなんかこうあまりにも曖昧なあのフォーマットの上で選手に委ねて頼むぞは多分できませんし、うんうん、僕も,もうそこまでは何かこうんだろうなそれ,それが一番僕にとってはリスクだから。 委委ねねられたた方もししって思える形でいそれが我々とするとおそらくはレアル・マドリードじゃないので当たり前ですけどだからゴールにどのように近づいていけるかっていう部分に関してはいわゆる再現性みたいなところはね我々としての再現性みたいなところは持てた方がいいし持てた上で自然発生的な展開が作れるようにしていきたいし試合見てると意外なんだろうねこんな形で出てきたかみたいなこんできたかみたいな。 取り方あるのか配合みたいなのは出てるので出てくるんですねやっぱり出てますねだから自分たちは分かっていて、うん、相手が分かりづらいものの方がいいですよねそうそうですそうそう自分たちも分かってるけど、うん、相手も分かりやすいものよりは前者のがいい、うん、どっちみち今の時代はもう映像なんかいくらでも集めようと思えば集められるわけで、うん、スカルティングされまから、ね、そこから分析はできるんですけど僕は、うん、究極最終的に目指しているのは、うん ある程度分かるし実際にそれに対して準備はするけど実際対峙したらあれ難しいって感じです。そのためには質も必要になってくるのでスピードも必要だしそこにどれだけ向かっていけるか手を返しながら小手先のことだけで毎試合毎試合っいうよりは選手の能力で勝ちたいんですよ。勝勝たたせいんでです選選手手のの能能力力自体は もすでに取り組んでるものの中でどん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 やっぱり獲得してもらったり理解のレベルを上げてもらえることを望むんだけど最終的に試合は僕は選手の能力で勝ちたいでサポーターするガイドをするガイドだからこうやれあいいれとは多分まだ言ってないどこを見ればいいんだとかっていう話はもちろんすしどのタイミングなのかとは言うんだけど何をしろとは多分言ってないいつか言うかもしれないけどうん だからこそそれがパターンで再現性高く相手にスカウティングされやすいものではなくてむしろ相手見ながら相手の配置見ながらその局面で選手が選んで変えられるってことですよねだからそれ自体は難しいチャレンジですよでもそれができることを初日からやってきてるから選手に対しては僕は一切そのなんかうまくいかないプレー,ーエラー僕はエラーっていうんだけどエラーに関しては何も言わないし逆にどんどんやりなさいっていうしここまで来て4試合4試合とか 練習試合って感じてすごく良かった点は例えば大学生のチームと試合あるじゃないですかみんなすごく向かってきてくれるんですよ違うスタイルで向かってきてくれて最後まで来てくれるんですよこれこの前やった J クラブになると取れないってなったら下がりましあ確かにそれ普通ですよね確かに大学生の場合って逆に一生懸命愚直に最後まで来てくれてそれをシーズンの序盤に3つ経験できた時にそれぞれスタイルが違うんですけど そのの時ががエラー出てんすよキーパーも含めて運び出す時とかエラーは出てるんですよ。僕はそんなエラーはどうでもいいんですよ。その中で、要は獲得してほしいんですよ、感覚も含めて。それが多分学生との試合でいっぱいできたのでそれはすごく良かったし、その上で先日は J のクラブと試合ができて、多分1回も失敗したんじゃないかな。 キーパー含めて運び出すと、多分一回も失敗しなくて、みんなよくできて。だ、相手下がったんですよ。っていう、なんか、この繋がりは、良いプレイシーズンの実は、なんか、流れだったなと思うし。もちろん、相手のレベルが上がるので、その奪い返す作業と、奪いに行く部分は、ちょっと、やっぱり。工夫が必要で、何でもかんでも、そのなんな、ですか。フルパワーで、全力で相手に、なか、向かい続ければ。 いいなんてら考えないですから、うん、ど,うどういうなんとなくこう仕組みで配置で、うん、でもそれも結局どこから向かってくるかわかんない方がい、うん、いいでですすねボール保持しづらこれを目指すのは確かに簡単ではないんだけど、うん、今それにずっとチャレンジをしてて、うん、まあ一定の成果は上がってると思うし、うん、まあ見えてる課題は少し多分潰せる方向にはててるのでひよ時も含めて。うん ここれれどこまで推し進められるかというのと、うん、全員が信じて進められるように僕が伝え続けられるけですね。そういう意味ではその3月4日の開幕に向けて、うん、もう今のところではシステムであったりとかこういう,もうラインナップ11人みたいなところはまだ全然決まってないですか まだ決まりきってはないですだからまあ5週間やってくると、うん、当然ながらすごくよく励んでくれてみんな励んでるとはいえその中での質と成長の度合いは違うから、うん、もうこんなここまでできるようになったからみたいな選手ももちろんいるんで多分チームの中ではそういうこう誰がどうっていうのはみんな分かってきてると思うんですけどまだチーム固めようとは思わないしできるだけいろんな選手に。うん チャンスというか機会を与えて組み合わせを作って取り組んできているつもりではいるのであとだから2試合か2試合をどう使うかっていうのはまだ決定はしてないですけどまだ固めようと思ってないですだからシステムもそのいわゆるベースのねフォーメーションも結局そのラインごとになていうんですかねもちろんリーグのことも考えるのでラインごとの その選手の状態とか、うん、成長の度合いとかで考えたときに僕は多分チームを組むんで、うん、必ず4とか、うん、3ありきでとかはないんですよどっちみちコンセプトはみんなあの理解し始めてて、うん、その上で全員プレーすることに取り組んでて、うん、まあできるようになってきてる部分があるから、うん、それを誰をど状態のいい人をどのようにこう配置してその上でできることをしっかり共有しながら進められかだけなんで。うん なここができるだけなんか選ぶ方が、うん、まあ選ばせてもらう方なんで、うん、の悩んで悩んで悩まなきゃいけないようなチームにしたいです。それはなんか選ばせてもらうのが簡単ってことは、うん、結局チームなんがボーンと分かれちゃうので、うん、そうじゃなくて、うん、いやこの選手もここに置きたいけどでもそのど,どのバランスがいいんだというのを最後まで悩んで悩めるような,、うん、こんなチームにしたいですね <laughs> でも今シーズンは SC 相模原戸田監督のサッカーを多分まあ指導者層の人は絶対見たいと思うだろうし、うんうんうん でまあ、解説聞いててねこう戸田さんの解説のファンだった人も多分通ってくれると思うんですけど、はい、まあ今の話聞いてても、まあ、こういうチームみたいな明確なこうも、ね、スローガンだったりスタイルがパッと口ではやっぱり表現できないですが、うん、それがサッカーだしサッカーの難しさ複雑さだし、うん、でもそれをコンセプト共有してみんなでやることが有機体として、ね、こう生き物に動くのが逆に現場で見たら感動する面白いところじゃないですか。 やっぱそうやってなんかそういう層にも今シーズン来てもらえるんじゃないですかそう、まあ、期待をして、うん、あの努力はしてるし、ねうん、そうなることを願ってるし、うんうん、スタイルをどう表現すればいいんですかね <laughs> いやでも本当にこれはプレスかけた方がいいと思ったら行きますよとこれはボールはも持てる試合だなてあったら持ちますよと。うんうん 結局そうじゃないですか今のサッカー、うん、じゃあアルゼンチンがカタルで優勝した時のサッカーなんだって言ったら攻撃的とか守備的とかも表現できないじゃないですかそういう方向にこう J リーグとか我々の目線もなるっていう意味では、うん、今年はだから SC 相模原を僕もちょっと使わせてもらってなんかみんなで勉強しましょうっていう方向に持っていきたいですけど社交辞令なのかわからないんですけど、うん、その試合対戦した相手のコーチの方が、うん。 例えば「分かりづらい」とか「システム分かりづらい」とかそういうのは言ってくれてたみたいなんでこっちも分かってなかったらダメなんですけどでもそれ最高の褒め言葉じゃないですかそうですね自分たちちゃんと分かってるわけじゃないですか取りに行ったんだけど取れなかったんで下がったっていうそういうのも一つ成果だと思って別に相手をずっと押し込むために何かを行ってるわけじゃないし僕は「来い」と思ってるんですかねむしろ向かって来させろってずっと言ってるので。 でもあの、ずっとハイスピードでスプリントし続けるってことは、うん、まあシーズンで考えても日本の気候条件で考えても、うん、まあ最適とは言い難いので相手が我々のゴールから遠い位置でずっとなんかこうかアクションを起こさなきゃいけない展開はあったほうがいいし、うん、そのフェーズになった瞬間になんかこっちが硬直化して、うん、なんか結局ボールを持っているだけで終わっちゃいましたみたいなことにならないようにしたいとずっと思ってたので、ねうん、ん今のところは。 まあそうですね、バランスは悪くはないんでしょうし、うん、どちらでも点が取れるようなチームになっていく期待はあるしまだまだねそういう意味ではこ本当の個人になった時に、うん、相手が非表示でどれぐらいの,、うん、あの雰囲気と、うん <laughs> ね、強度でくるかっていうのはまた練習試合と変わるでしょうから。ということは我々はその、まあ、僕はいつも言うんだけど試合が始まった時にプレーをするために、うん、まず 権利を獲得しなきゃいけないいけよプレーする権利を獲得しなきゃいけなくて最初からボールをプレゼントしてくれることもないしうん、うん、ゴール前に到達できようともないのでじゃあまず何しなきゃいけないかっていうのは、まあ、毎試合言ってきてるからそのと見えてくるものはおのずと一つしかないのでそこの部分からしっかりゲームに入ったりうん、うん、どんな時でも相手に鋭く向かうっていう連、ねうん、続して向かう相手の意図を感じた上で相手がし,したいことを削り取っていくとかうん、うん、そういったところでまたチャンスも作るうん、うん、保持からも作る。 ションからも作るそういうのをトータルで目指してるのである意味それはスタンダードだと思うんですけど今のフットボールだとそれは簡単なことではないですが今の選手たちを見てるとよくやってくれてるし毎週毎週のんかこう取組とゲームの中にそれがやっぱり見えるのであとはこちらがしっかりサポートとガイドをしながら選手たちの努力が個人にとってもちゃんと反映されて。 個人が成長している実感があったりそれがきちっとチームとして表現できて、うん、まあ簡単には試合に勝てるってそこに持っていけるかどうかをもうできる限り努力はしようと思います、うんうん、今シーズンのチーム編成はまあだいぶこう戸田さんの色が出てるんですか、うん、こ,れはこの選手たちは全部ではないです、うん、全,部全部ではないというか僕がここ,ここで次の人生を始めると決めた、うん ところからもちろんリクルートの分にかかってるんでだから多分面白い経歴というかそういう選手もいますからでもすごくみんなやる気満々で夢に見たら多分ステージですからねやらない理由はどこにもないんですけど本当によくチャレンジしてくれてるし吸収のスピードが速いんでそうするとんかこの人誰ですかみたいな人がピッチ上に何人もいて。 どここででやったたんですかこの人みたいな選手が躍動してくれる可能性はあるなとそういうチームにしたいですね。小川、うん、さんもそのスカウティング、まあ、選手を見るためのスカウティングの時にはそういう,こう目線で、はい、まあもちろん野心があるとかでもなかなかじゃあ J2、うん、でやってるとか、うん、J3 の上位で降りてきてくれないっていうか、うん、可能性が高いから逆に下の社会人リーグとか大学を見るっていうところにこう注力したんですか、うんはいはい 僕もほら下からじゃないですか叩き上げなのででまあ新しいなんですかクラブとすると新しいフェーズに移行してここからゼロからある意味ゼロからもう一回作っていくっていうところなのでんかもう立場としてもなんかこう前上を見てこうチャレンジするマインドの人がふさわしいかなと思いましたし僕自身がそうだから。 うん、だから選手も自然にそういうところに多分目が向いて、うん、まあ見に行ってあとはもうそは、まあ、ある程度なんかそのチェック項目みたいなのあるんですけど、うん、まあ自分がててその試合と選手を見た時に可能性が見えるか見えないか、うん、で見えた瞬間に、うん、今できるだけ早くコンタクトを取れるようにして、うん、で声掛けして、うん、その反応を見てでそこから実際話をして。うん 全員多分1時間以上話してるから直接会って話した選手もいるし<ー>そこでもちろん選手がもうなんかこうど,うどういうメンタリティーなのかもできるだけこう把握できるように努力はしるし,しこ,ちらこちらから期待しているものとかクラブが期待するものを伝えた上で僕は彼らに全員に伝えたのはうもう突き抜ける気持ちを持って猛烈に目指してなかったら来なくていいですなるほど,なるほど来てほしい立場なのに来なくていいって言うんです <laughs> それで来てもらっても不幸になりますからね僕自身が多分すごく野心家だし今からこのクラブと一緒にこのクラブのためにっていうことでもあるけど本人のフットボールのキャリアをどれだけ切り開いていけるかっていう意味では本当にすごくチャレンジングなでも素晴らしい機会だと思うんでそこにどれだけのモチベーションで望めるかっていうことにかかってる。 そこを確認するために面談させてもって、うん、別にしなさせてるわけじゃないんだけど、うん、求めてるものは伝えさせまもらってうん、うん、で中短波だったら来ない方がいいぞって決めてもらいましたねそこで言うと実際にもうシーキャンプインしての選手の食いつきは相当いいですかいいんじゃないですかね、うん、<laughs> 僕もなんかあの、まあのま周りにスタッフがいるので、うん 今までその一人でやってた時と比べるとちょっと余裕があるというか任せられる領域があるのでまあこうやって俯瞰して見られるそういう部分もあるからそうすると選手と多分こう関わる時の自分のだろうな顔の持ち方っていうんですか今までだったら一人だと全部やるんで選手が対応できない部分があった可能性があるんですよね。 今僕は僕としてここにいて、うん、まあ必要だなと思った時にはっきりものは言うしもちろんねなんか関係性をこう築くには僕自身が多分必要なんで、うん、まあ普通にいろんな変な話とかして冗談も言うし、うん、<laughs> まあそうやってなんか自然に僕も振る舞ってるんですけど、うん、僕自身がすごくこう自然に今ここにいられてるってことはすごく良いなって自分で思うので僕自身もきちっと自分のキャラクターと自分のキャラクターと 能力を発揮できた方がいいし、うん、それは一人でやれるものじゃないってもともと理解はしてるから、うん、常にその、ね、こ,っこっち側のコーチ陣との、まあ、ミーティングもそうだし意見のすり合わせもそうだし、うん、そもそも頭の中は「僕こんなになってます」って言って、うん、去年のうちに映像を作って渡したりし、うん、てよかったからそれが大体コンセプト映像みたいになっているので。うん <laughs> それを渡した上で意見交換したり質問してまって仕事を始めたからそれがなかったらもうちょっとなんか進め方が変わったか、うん、チーム作りのスピードが変わった可能性がありますねあれやってよかったなと思います、うんでまあ、ミーティングもある程度の頻度で選手に対してもやってるっててることですねこっちに来てからはそうですね昨うもやったし、うん、ええ毎日ではないんですけど、うん、毎日やると疲れちゃう、うん、あとはもう個人のフィードバックがあるので、うんまあ、それとうまく併用して。うん まあ試合の振り返りはもちろんやるし、うん、まあ試合の前もやるし、うん、まあこういったキャンプの期間って、ね、一緒にいられる時間が長いのでできるだけうまくその時間を使いながら、うん、ただ、授業を受けるとか講義を受けるとかそういう感じにしたくないで体で覚えていく、うん、体に叩き込むとか、うん、あのピッチに立った自分の,この,あの平面の景色の中で <laughs> 理解をさせていくっていうのが大事なので変に頭でっかちにさせてしまうというのは選手のなんか躍動を奪うので。 それもなんとなく僕は今までの自分の経験で学んだ気がするから、本当に体に叩き込むっていう、うん、そっちを優先してます、うん、でも、大学生の中でも、ドアさんに食いついて、うん、もっと映像くださいとか言ってくる子いたわけじゃないですか、うんはい、でも、ここだったらもっとそういう選手いるでしょういや、今んとこそんなに要求してくるやつはいないですけど、うん、まあ練習、なんだろう、こなすだけで一生懸命や <laughs> <laughs> りますし。 うなんですかねもっとだからもっと来いと思ってる分もあるんだけどただまあトレーニングでの彼らの努力と毎週の変化を見ればで間のそれがんか文句とかじゃなく何すりゃいいっていうわけでもなくおそらく向かう先が分かった上でのんか確認とかのコミュニケーションが多いってことを考えると少なくともなんか。 与えすすぎてはないいと思まけどある程度の情報というかトレーニングとミーティングとフィードバックの中で伝わっているものはあるのかなとそれが気が付いたら違う方法に行ってないようにとかそのために僕はチームミーティングをやってる感じなのでそれじゃあピッチ上のみなら例えば食事会場とかいろんなオフザピッチでもそういう選手間でいろんなコミュニケーションがあるんですねありますねトレーニングの合間にもかなり活発だと思うんす それは僕求めてるやれっていうよりはそうなるようにそういう集団が結局お互いの理解を深めながら切さ琢く磨もできてやっぱり成長していくと思っているのでそこが自然にそうなる自然発生的にこんな背後の取り方できたんかとか自然発生的にコミュニケーションがどんどん活発になったりといいうこを目指してはますそれは面白いですけどね。 多分いろんなメディアもこれから聞くと思いますけどそういう意味では今今回の27人の編成の中でこの選手、注目してくださいみたいなところはもう逆に言わずにみんな注目してくださいいですか <laughs> いや僕はもう選手は全員大切にしてますから開戦直後に言ってるけどその注目選手2人挙げるなんてそんな愚かなことはしませんし <laughs> ただ今でも思い切ずっと思ってますから、うん、全員大事な選手で、うん、もちろん選ばせてもらうほだから、うん、ピッチに最初に立てる 11,、まあ、11人しかいないから。うん 試合だったら18人しかいないからそこから外れる選手がいたとしてもその時の状態で決まるしもちろん努力の質で変わるしチャレンジするのは当たり前のスポーツじゃないですかこんだけ難しかったらチャレンジの質しか問われてない質がっては質しか問われてないからそこだけは僕は譲らないんですよ選手対だからはっきり言うことはあるんですよ必要なコミュニケーションを取らずにプレーをした時にはっきりは言うんですよ でもそれがあって、そこからはもうなんかまだトレーニング始めて間もないとか初めて組む仲間や初めて組むからこそでしょみたいなそこだけなるので基準は示してるつもりだしコミュニケーションも含めてそこにまず来ることができれば成長は確約されてるっていう形にしたいわけですよ。あとはヒュッと出てきた選手を逃さないとか。 そうういでどんどんチームを活性化させたいなと思うのでよく見なきゃいけないしまだトップレベルの経験がない選手ばっかなんでだからこそ可能性があるっていう伸びしろがたくさんあるということを言ってますのですよね。だから3月4日なんか本当楽しみだけど皆さん相模スターも含めて全然選手の情報ないからどんなプレーするんだろうみたいな。 だから身体性発表会ぐらいですから皆さんまだ選手のこと情報がないがから練習試合も公開してないし本当お披露目が3月4日になるんでまずはそこでかこう伝わるものをしっかり作って届けることとまあゆくゆくは選手の顔が見えるようなチームにするってことです今は僕がひょっとすると一番なんか認知されてる可能性があるんだけどまあ早く僕のことなんかみんな忘れてほしいな選手が主役になってそう,そうですねそういうチームにしたいし 勝つチームっていうのは20点取る人がいるのかもしれないけど別に僕が20点取らんでも全員10点取ればいいんじゃないかと思うしどこからでも誰からでもでも取りたいポジションの人には取れるようにしてあげたいしそのサポーターするし要求もするし励ましもするし今のところ頑張ってくれているので始まってみなきゃ分からないです。でかという お客さんが入る会場で試合するっていうのは全く別なんで、うん、結局プレーシーズンから今の時期は、うんそね、人に囲まれる中であの試合してませんから、うん、全く多分変わるはずなんですよ、うん、自分の経験を振り返っても、うん、だから3月四日にピッチに立つ人たちがどれぐらいの精神状態でやれるのかっていうのは、うんうん 分かかかららないし分かるからか、うん、だから逆に言うとそこにちゃんと向かえるように毎日のトレーニングの緊張感も作った上で、えで、うん、とにかくチャレンジさせないと、うん、どこに向かって毎日やってんだ俺たちは君たちはっていうのを伝え続けなきゃいけないし、うん、そうしたらまあ緊張するのは当たり前な上で,でトレーニングと練習試合の中で培ったもので対応できるんじゃないかなと思ってるから、うん、で最後は1点オフ取って勝っちゃいいんですよ。うで、ずっと言い続けてます <laughs> でも改めてですけどこう3月4日祇園のね生まれた戸田さんが生まれた土地でこう、はい、プロの監督のキャリアをスタートするっていうのはご自身にとってもやっぱりちょっと高揚感ありま,すか、うんまあ、まさかねなんかねそういうことになるとは別に思ってもなかったし、うんうん、気がついたら毎日ね、うん、今の自分が住んでる場所から。うん 実家の近くを抜抜けけて、ててっん結構実家の近くを抜けてるんですけどああなんな懐かしい景色を毎日見てるなってなんかこう僕の中にこうなんだろうな今までとは違う感情を生み出してる部分もあるのでただまあほらプレスの選手だから僕が地元だとかそんなのは実際はどうでもいいんすけどないといいんだけどでもせっかくそういう機会を得られたんで。 やっぱりユニークで何かこう人が見て何、うん、<laughs> か、まあ、楽しむというかわっと思ってくれるようなチームにはしたいですし、うん、まあいろんなことが起こりえるし起こると思うんですけども、うん、<laughs> たくましく前進していけるチームにはしたいです、うん、い,ろいろあるのは間違いないですかも僕も1月にね徳島ボルティスの宮崎キャンプスで出して、うん、徳島の。 人の話聞いてるとでメディアの人の話聞いててもやっぱり地方のクラブほど可能性あるなと思ったのは徳島なんかは、まあ、なかなか四国四県の中でもその徳島が好きだとか徳島は誇りにって一番思ってない県らしいんですけど、うん、でもやっぱボルティスによって例えば今だとボルティス経由でビッグクラブに行く監督も行くで海外も行ってるってことになると。 県民の人がなんかそういうい夢をやっっぱり焼けるんですって、うん、ステップアップ、うん、自分もそこに乗っかれるんかそういうのはなんか相模原でも全然同じように相模原の人たちに相模下の人たちにそういうものを届けられそうだなって僕はちょっとワクワクしてるんですけど、うん、まあ何か今言ってくれたものまんまな気がしますね、うんうん、そこになんか自分を結局乗せて、ねうん、まあ単純にその活力を与えたりね、うん、その日が待ち遠しくなったり。 まだ次のその日が来るまで頑張ろうって思ってもらえるのも一つだし、うん、我々の存在とか選手のなんか活躍で自分自身にまたチャレンジする気持ちが生み出せるような形にできたらなとか、うん、そういうものはやっぱ目指したいしそのチャンスがある新しいシンボルとして、うん、あの土地になんかこう存在できるチャンスがある、うん、だからそこに突き進まない理由がないので少なくともその、うん、マインドがある人のみ <laughs>、うん もうすでにそういう人選手が来てくれてるからこそやりがいもあるしその反応によってはもう大きく大化けするような選手も多々出てきそうですね。いるんじゃないですかね。うん、ただまあほらチーム全体としてどう進んでるかとは別でもちろん個別に見てきゃいろいろあるわけじゃないですか、うん、だからそこに関してはもっともっとって思ってるのは実はありますよそりゃ。うん、もっとありますようん。うん で自分の若いことと比べたら全然足んないなと思うとうももちろんあるしここはほらみんな割と年齢が近いからね、うん、あの存在しやすかったり、うん、コミュニケーションが取りやすかったりするんだけど、うん、気が付いたら目線が内向きになって目指す場所を忘れたり、うんうん、これから向かうステージを忘れると、うん、意外にほらそれがなんかこうコンフォートゾーンになっちゃう、ねうん、い,やいや違う違う違うみたいな。うん 作ることも今大事だからこれまた今度壊すわけですよ必ずその次が来るのでそれは僕が多分やらなきゃいけないことは一つだと思うんだけど自分が目指す場所クラブが目指す場所クラブが求めてる人材像っていうのを自分も含めて一時も忘れちゃいけないいつ言ったのかな先週かいつか言ったんです毎朝起きた時寝る前何で自分はこのクラブにいるかを毎日必ず考えてるんで 僕もそうだから朝起きた時何で俺ここにいるんだ今日何のためにトレーニングに向かうんだ寝る前にも必ず考えてくれって言いました今日またうかな気がついたら目線が内向きになる何か居心地のいい場所になるってことは大事なんですよある意味自分の家のように感じられたり家族のように感じられる部分は必要で自分のキャリアを振り返ってもそういうクラブはやっぱあったからここ静岡の清水なんかまさにそうなったから。 でもそれはイコールそこからどこに向かう前提があって、うん、そこにいる自分が心地よかったり、うん、励ましを受けられたり支え合ってっていうことが大事だと、うん、気が付いたら内向きになって終わってしまったら、うん、まあプロフェッショナルとしてはそれはふさわしくないので、ねうん、でもその話はこういろんな人に別にサッカー界のみならずみんなに同じことじゃないですか。うんうん、で特に今の日本って 僕はだから今回のワールドカップで日本代表があれだけ躍進してで日本の選手たちが基本もう海外でやってっていうところは非常にいいことだなと日本の社会にとってもね今なかなか若い人が留学に行かない行けないのかもしれないけどなかなか外に飛び出さないメンタリーになってる内向きになってるっていう中でなんかサッカーとかそれこそじゃあ相模原だったら IC 相模原がなんかそういうところにまでこうね人の心に刺激を与えられる可能性ありますもんね。 ああります、うん、ありますし期待してますすし本当にこのチームには可能性しかないし可能性はあるんですよ、ねうん、でも気が付いたらっていうふうにならないようにしなきゃいけないっていつも考えてるので,、うん、でもまずはほらここが自分の場所だって感じてもらえるように、ねうん、まずここを作っていく、うん、ただその同時進行で自分は何でここにいるのかを。 ひと時も忘れてほしくないですよ。僕とっていうのはクラブとかして約束があるんです。僕もクラブとかして約束がある。選手も一緒、コーチも一緒、みんなクラブとかして約束があるから、そこに対してひと時も努力は怠っちゃいけないですよ。なるほど。そこだけは僕は多分一番そういうことをいつも感じているはずなんで、まあもちろん監督させてもらっているそれがなんかこう圧迫感とかあのギスぎすした感じにはしませんけど 気がつい先日言いましたねそれ、うん、で個人という話もよくするし、うん、チームのトレーニングはもちろん重要だけどね、うん、ってことも言うのでそのトレーニング後のフリーの10分すら、うん、自分が成長するために使えないよって言いますし、うん、もちろんそのこっちがね一生懸命用意させてもらう、うん、その個人グループのプログラムも、うん、もちろん外,れ外さないように、うん、一生懸命考えるけどもその時間が 何に繋がるかをプレイする方がやっぱり常に忘れずに取り組むとそこでまた変わってくるよっていうのも言うので、うんうん、一人一人なんかなるべく語りかけるように伝えられるようにっていうのは努力してます、うん、全体論でボワーンと笑うようにそうですね確かに、うん、最後にちょっと二つ一、はい、つは J3 こうまあドアさんも初めてのチャレンジででまあ日本全国に広がって、うん いろんなチームがある中でもやっぱりこう毎年毎年がらっと入れかってるチーム多い中でなかなか難しいリーグだと思うんですけど、うん、J3 に対する今シーズンの J3 に対する印象は、まあ、昨シーズン前とまた変わる分は絶対あるんですが、うん、チームもみんなが同じように上を目指している個人としてね、うん、集団の集まりは変わらないので。うん まあ、あとは実際、対戦するときに相手のことをこちらが把握をしたうで何ができるかはきちっと準備はするんですけど、まあ、さっき言ったように僕は選手の能力で勝ちたいので、うん、勝たせたいので、うん、もうそこを想定してトレーニングはずっとしてきてるし、うん、この歩みは絶対に止めないので、まあ、みんなそういう意味ではスタイルがあるだろうし、うん、ただある程度逆に去年だったら岩木み,みたいなチームがあって、うん、まあかなり特化した中で、うん、あの勝ち抜いていきましたけど。 そうじゃないことを僕はは我々は目指してるからいで必要なことをその時に行えるようにしたりし、うん、でも自分たちとして振る舞えるように、うん、相手に何か合わせるというよりは適応する感じする、うん、自分たちとしてかその試合に勝利するために相手はこうだからっていうところにうまくこう適応できるようにする、うん、もしくは相手をこう我々の土俵に引きずり込めるようにそういうことが重要だと思ってのでかめるようにはならない必要はないと思ってますけど。うんうん だからそういう意味ではきちっと、まあ、これからまた時間かけて、ね、リーグが始まるまでに、うん、もしかし始まってからそっちの再現も重要になるので、うん、まあ可能性のある選手というのは J3 のクラブもいっぱいいますから、うん、そこからステップアップする選手もいっぱいいるし、うん、我々のクラブこそがそういう選手を一番、ね、作り出せるように、うん、まあ努力はしますし、うん、まあそういう意味ではみんなあのスタイルがある中でのせめぎ合いになると思うので難しいリーグになるのは間違いないなとい。うん 祈ってます考え方としてはもう一試合一試合目の前の相手ってことですかそうですねあんまり先のことは見過ぎずにここまでに勝ちていくつとかそんなことは考えない考えられないですよねこのプロのカテゴリーだとあと最後に遠田さんは監督になってから SNS も発信も止めてますけど 止めてますけど逆にいろんな人がどんな J リーグのプロの監督になってどんな発信あるいは J リーグの監督として何か変えてくれる部分があるんじゃないかって期待してる人も多いと思うんですけど何かかかやってくれれますすすどうばいいでねこういう取材を受けてくれるのも1つだしそれこそ何だろうまあ全部が話せなくても試合の前後でそそれこそ監督の会見とかでも基本クローズじゃないですか。僕なんか戸田さんかさがもうそそれこそ クラブのチャンネルでライブで配信したりしてもいいと思うし、はい、あそういうのは僕でももう言ったはず、うん、あとクラブがやるかどうかです <laughs> やってほしいな <laughs> クラブがやらなかったら俺が自分のチャンネルで <laughs> だって J3 だと残念ながら試合後フラッシュインタビューないわけじゃないですかあないですね試合前もないですもんね、うん、ダーゾンさんとかねは、うん、はい。だから試合はど僕,は僕の出る幕はないですよだからそういうこともちょっと僕も出てきますけどやってください,<あ> <laughs> いどうすればいいですかね <laughs> あとはまあだから指導者層は練習みたいってなるじゃないですか、はい、試合を見てないかどっか、まあ、全部が見せれないとしても、はい、なんか不定期ではあってもまあそういう話をしてもらえる場とかあったら話してくれますまあそれは僕がそれなりの何かを残せたらね、うん、対象にはなるんでしょうけど、うん、でもそのトレーニングの組み方とかねさっきの細分化の話なんかはなかなか聞かないしはい、はい やっぱり最先端で面白いじゃないですかあ,あでもねやっぱり選手の頃の経験は実はあんまり役には立ってないでしょ辞、うん、めてからほら今例えば大沢さんにね、うん、いろいろ手伝ってもらってサポートしてもらって、うん、まあ見に行って話を聞かせてもらったじゃないですか、うん、スペインも行ったでしょ、うん、あれがでかい、うん、結局ああいったものでまあ 最先端のの、うん、現場の人たちが何を考えてい<や>実際現場で何が行われていて、うん、でそれを自分の国とか、うん、環境を照らし合わせて、うん、あでも僕だったらもっと選手後人ににそらくフォーカスをして。 かアドバイスをするだそうそうそうもうその時多分言ったはずだけどトレーニング自体が何から組み立てられてっていうのもすごく参考になったしでも意外に個人のところそんなにフォーカスしてないぞこれは多分逆にそこをミックスさせたりしていけばもっともっとよくなるんだろうなって思ったんでということをずっと考えながら自分が現場で実践できる場ももらえてたんで。 まあいいろろ試してた感じですね今は人がいるのでその人たちも多分初めてだから結構あら大変だと思うんですけどそれは大変であるべきだし逆に言うと大変であるべきだし過去の経験で今を作るってのは正しくなないいじゃですか過去の経験は今を作り出すための何か前提にはなるけど今必要なものは過去にはないのでそこは逆にキャリアが長い人の方が僕のキャリアまだ 年目だからチームまあ一応4年あったとしてもここにはここに必要なものは別にあるしそれを見つけることが大事なんでそこにどれぐらいのパワーが使えればまずはあでもそれもパワーが使えれば過去で実績あったり過去の成功体験あればあるほどそのしがらみから解放されないこともありますもんねだから前のチームでやってた練習なんてここに必要なはずがない全然違いますもんね確かにだって僕だって1回も同じ練習してない 去年のチームと同じ練習も多分して,してないと思うそうや、ん、ってここのチームの選手とこれからの戦いに必要なものは違うから、うん、今やってる戦術も去年と全然違うし、うん、ただここの選手だったらできるだろうと思って、うん、でもちょっとむずいな、うん、でもやってみようぜできるぞ、うん、言ってセンターバックも中盤もやってるけど、うん、まあできるようになってるし。 そういう話が指導者の人は多分聞きたいし、うん、そのフレームじゃないですか、うん、考え方トレーニングのそれは例えばビジネスマンだったり普通に生きてる人たちにも生きることだと思うので、うん、ちょっとそういう発信を立たしてください僕もちょっと使ってもらっていいんでちょっと今そこまで余裕がない, <laughs> いや余裕ができたらいいんでもうこう言ってるんでねインプットする時間をどう確保するかにも僕は薬になってるから、ねはい、僕がずっとあのスタッフルームにいるとなんかコーチが気が付いたら結構なんか だろうね、別に監視してるわけじゃないですよ冗談ばっかり言ってるしやっぱり監督だから立場がずっとそこにいるとちょっとょっと彼らがリラックスしない可能性もあるので早く部屋に戻ろうかなとそういうこと気遣いしますもんね僕はやっぱりかね、特徴がある人間なのでおそらくでもだから多分みんなと作れるものもあるし。 気が付いたらみんなをなんかこう引きずり回したり、うん、疲弊させてしまうような存在にはなりたくない、うん、まあそこだけはあの意識をしながら、うん、でまあチームワークをしっかり、うん、あの作れて前進していけるように、まあ、今のところはやってきていますが、はい、あとはもう本人たちに聞いてもらうしか分からないんで僕も今後は選手にたくさん取材しますの、ねはいはい、で、まあ、今シーズンは相模原ちゃんと僕も全社チェックしますので。 はい。それで僕が発信していることが間違ってたら教えてください、ね。<笑><笑>はい。じゃあ今日ははい。お時ありがとうございました。よろしくお願いします。3月4日、はい、楽しみにしています。はい